昨日の東京株式市場の平均株価終わり値は7円20銭安い11,089円94銭でした去年の終わり値8,109円53銭に比べ36.8%上昇しました各国の経済対策の効果で景気は世界的に回復傾向となりリーマンショック以降出遅れ感があると言われた日本株も上昇基調をたどりました 新年度に入っても景気回復への期待感は根強く株価は堅調に推移するとの指摘がありますが景気回復は力強さに欠けていることから一段の株価上昇は簡単ではないとの見方もあります。